ビデオウォークマン。ビデオウォークマンとは、ソニーが製造、販売していた、ポータブルビデオデッキの商標である。TV チューナーや、液晶モニターも搭載しており TV 録画も可能など、その機能から言えば、ポータブルテレビデオとも言える。家庭用カムコーダのテープを、カメラ本体を使わずに録画、再生できる製品として、 1988年に8ミリビデオを記録再生媒体とする初代ビデオオークマン GV-8 が発売された。その後、ハイ8用、デジタル8用やミニードブ用の機種も発売され続けた。その後、2007年9月7日に販売開始された HDV 方式にも対応した GVHD700 を最後に現在は生産が終了している。 8ミ、mm、リビデオの製品化以来、家庭用カムコーダが急速に普及していったが、当初の製品は本体に大型モニターが搭載されていなかったため、旅先や野外などのテレビがない環境では、撮影した映像はビューファインダーを覗き込まないと見ることができなかった。またソニーは8ミ、mm、リビデオを VHS やベータマックスに代わる次世代のビデオデッキ企画として位置づけていたものの、 ビデオカメラ分野としてはともかく、家庭用ビデオデッキとしては普及しなかった。そこで、ソニーは、1988年にポータブルデッキ、GV-8 を発売した。これは、ビデオカメラのメカ部を流用し、これに操作パネルと3インチ液晶モニターを組み合わせて、デッキ型筐体に仕立てたもので、テレビがない場所でも撮影した映像を手軽に、楽しめるようにと企画されたものであった。 また末置き型ビデオデッキとしての普及が父として、進まない8ミリビデオデッキの現状に合うにやして、起死回生の意味合いもあった。テレビチューナーも内蔵し、ポータブルテレビとしても使用可能であり、テレビ放送の録画も可能であった。ウォークマンの8ミリビデオ版であるとして、ビデオウォークマンという名称が付けられ、これが現在に至るまでシリーズ名となっている。最初は、 液晶モニターチューナー一体型で、音声もモノラルであったものの、その後、液晶モニターやチューナーを分離した製品も発売され、ステレオ音声も搭載された。またハンディカムの記録媒体の変遷に連動してハイ、8やミニードブ、デジタル8に対応したものが製品化された。接続して利用可能な CCD カメラも、製品化されている。なお、通常のウォークマンのロコは使用せず、 専用ロゴが用意されていた。後を追って松下電気産業、現、パナソニックや日本ビクターからも同様の商品が SVHS、SVHSC 企画で発売された。しかしこれらの製品は接続するビデオカメラとワンセットの発売であり、ビデオカメラのバリエーションの一つとして位置づけられたのがビデオウォークマンとの相違点である。またシャープやカシオなど、 VHS 陣営のメーカーからは、フルサイズの VHS 規格での液晶テビ、内蔵ポータブルビデオデッキも発売されており、こちらはサイズこそ大型であるものの、ソニーのビデオウォークマンとほぼ同様のコンセプトの製品である。これらの商品は本体にラジカセのようなハンドルが搭載されており、小中学校などの教育用に利用されることも多かった。しかし、シャープから、 液晶ディスプレイ付きのビデオカメラ、液晶ビューカム、8ミ、mm、リビデオのコを参照が発売されて以来、カメラ本体に3から5インチ級の大型モニターが標準搭載されるようにな。また編集用デッキとしては、カメラの目下部をそのまま利用していることから、レスポンスや早送り、巻き戻しが遅いなどの使い勝手の悪さ、この種の調整密機器の常でもあった、高価格差と故障高さも災いし、 あまりコンシュマー像に広がらず、コアな映像機器マニアや映像が関係する業界での業務利用以外では、それほど普及したとは言えなかった。GV-8 の登場後、各社からテレビとビデオデッキを一体型にするというコンセプトの製品が相次いで発売されたことからも、ビデオウォークマンのコンセプトは、製品コンセプトとしては、必ずしも間違っていたとは言えないが、結果的には、 末置きビデオレコーダー市場では VHS 規格と比較した8ミリビデオ規格の劣勢を覆すには至らなかった。しかしその後19年間にわたってビデオウォークマンが流通したことは一つの製品ジャンルを開拓したとも言える。1990年代には新大特急北斗製の車内でビデオウォークマンのレンタルが行われていたことがあった。航空機でも貨物機では 荷物の関係で一般人が転場する際に緊急時の説明用に一部の航空会社では機内エンターテインメントシステムを搭載していない機材で優等クラスの乗客に貸し出していた。他にも一般のユーザーの間では自動車の鉱石モニターとしても利用された。こうした用途としては液晶モニター付きのポータブル DVD プレイヤー、BD プレイヤーが登場して以降、 これを引き継いでいる。ビデオウォークマンは、ある意味、そうした製品のコンセプトを先取りしていたとも言える。小型で場所を取らず、かつ長時間記録できることから車の中や頭上へ取り付けるカメラとして、テレビ番組のロケで使用するなど、映像のプロの世界では活用されることが多かった。また従来は、業務用8ミリビデオカメラを用いていたビデオ業者は、 DV 方式のビデオウォークマンをカメラに接続して用いることで機材の買い替え経費を節減するといった仕様も見られた。また、2000年代に入ってから DV への世代交代によって8ミ、mm、リビデオハイ8規格のカムコーダー、末置き型デッキの生産は順次終了したが、ビデオウォークマンの製品デジタル8規格だけは過去に録画した8ミ、mm、リビデオテープの再生用途として、 2011年9月まで生産、販売が続けられ、8ミ、mm、リビデオ企画としては最後に生産された機器となった。2007年9月7日には HDV 方式にも対応した新型機 GVHD700 が発表された。最後のビデオウォークマン製品として、細々ではあるが、長らく生産が続けられた。しかしテープメディアではなく、メモリーやインターネット経由で、 スマートフォンや PC から映像データを録画再生することが主流になった現在では生産は終了している。ビデオを再生、鑑賞する上での代替製品としては、ポータブル DVD プレイヤー。ソニーではかつて DVD ウォークマンとして発売、同 BD プレイヤーに加えて、MP4 などの動画再生が可能な iPod、ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーなどがある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。